キリアドサイエンシズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、フォスターシティに本社を置く、世界第2位の大手バイオ製薬会社である。治療薬の発見、開発と商品化を行っている。1987年の創業以来、HIV、B 型肝炎、C 型肝炎、インフルエンザといった感染症治療のための抗ウイルス剤開発を事業の中心としている。 1987年、オリゴゲンとして、薬学博士のマイケル・エル・リゲンにより設立。現在の社名は、観覧家のハーブのバーム・オブ・ギリアドより、日本法人は2012年に設立された。抗インフルエンザ薬のオセルタミビルの世界独占特許権を保有している。1996年に開発し、スイスの製薬会社ロッシュ社に、ライセンス供与している。また、 アメリカ食品医薬品局は、同社開発の傾向高レトロウイルス薬、エムトリシタビンテノホビルジソプロキシルフマル酸脂を、配合上のツルマダを、エイズウイルスへの感染を予防する薬として、世界で、初めて承認した。また、C 型肝炎の傾向治療薬ソホスブビル及び、ソホスブビルと、レジパスビルの合剤を開発し、世界的に支持を広げている。 前者は日本で承認され、2015年5月に薬価秀裁となり、同社が日本で初めて発売する商品となった。後者も同年7月3日に承認された。アメリカ合衆国の政治家、ドナルド・ラムズ・フェルドが1997年1月から国防長官に就任する2001年まで会長を務めていたことでも知られる。 ABCDE ギリアドサイエンシズ株式会社第7期決算広告。ジェノタイプ1型の C 型慢性肝炎。治療薬レジパスビルソフォセブビル配合剤日本での製造販売承認申請。ギリアドサイエンシズ。2015年5月28日閲覧。ジェノタイプ2型 C 型慢性肝炎治療薬。ソバルリ上 400mg を新発売ジェノタイプに。 型患者を対象とした初めての蛍光剤のみによる治療薬、同年7月12日閲覧ジェノタイプ1型、C 型慢性肝炎治療薬1日1回一常蛍光投与、ハーボニー、配合状製造販売承認取得、同年7月12日閲覧。ありがとうございます。